この生地感、その風を通すっていうぐらいから、多分これが一番ロングパンツの中で日本の気候にぴったりなんですよ、ね。はい、本日ですね、こちら無印のロングパンツを2本購入してきましたんでご紹介していきたいなと思います。無印のこのパンツ、なんと名前が風を通すワンタックパンツっていう名前なんですよ。めっちゃネーミングやと思って、これ買いに行ったら、これだけじゃなくて、こっち良くないと思って、こっちも買ってきました。パッと無印の店頭見た中で、この2本いいなと思ったんで紹介していきたいなと思います。まず1つ目っていうのがですね、この生地感、その風を通すっていうぐらいから、ロングパンツってちょっと暑いんちゃうのと思うんやけど、すごい快適なんですよ。で、この快適さは履かないとわからない。だから履かないとわからへんから、テント見に行ってほしいんですけど、その前に、まずはそのサイズ感とか、ちょっとそういうのを見てもらいたいなっていうのと、あと次が、このね、デニムイージーパンツ。これも結構いいかなと思って、思わずね、ちょっとこれも一緒に紹介したいと思って買っちゃいました。で、トップスとかはいろいろ見たんですけど、あんまいいのなかったんですよ。今の時期というか、夏の無印ってそんなにトップス良くないんかなって、僕の個人的な印象はあるんですけど、パンツからね、履いていきたいなと思います。はい、とまあこんな感じです。見てみてください。どうでしょうか。あのね、びっくりするぐらいサラサラしてる。だからベタベタしつかないんですよ。今まで僕ノースフェイスとかパタゴニアとかいっぱい履いてきたけど、多分これが一番ロングパンツの中でサラッとしてるんちゃいますかね。まあ、軽いパンツとか他にもあったり、これもかなり軽いですけどね。軽いけど、最近紹介したノースフェイスのカルカパンツってあったじゃないですか。それもめっちゃええなと思ったけど、これはさらにもっと待ちようかなと思いますね。今だってこれ白 T にこのパンツ履いてるだけでもそれっぽくなるじゃないですか。なんていうの、綺麗な感じというか。でここに例えばロゴとかバコーンって入ってくるとちょっと履けなくなってくるかなと思うんですけど、そんな感じだし、いやちょっと夏終わりだしてるよと、ちょっと秋口に入ってるよっていう方はこういうね白のスニーカーなんか合わせてあげたら、はい、出ました。これでもうマッチングアプリコーデですね。マッチングアプリで一番最初に会うって言ったら大体この格好してて、白黒の無難な格好してって、それでもう原点ってないんですよ。男の人ってわけわからん柄とか入れたがるんやけど、そんなもん誰も求めてないから。男同士だけ柄とか好きなもん。今とか夏とかで暑いなっていう時はサンダルとかでもいいやろうし、もっと言ったらもう皆さん大好きバンズね、もうこれでちょっとスケーターっぽい感じで行くっていうのも全然いけるじゃないですか。で、なんとこれがお値段5000円切りました。499でございます。499で買えるってことで、日本の気候にぴったりなんですよ。日本ってやっぱり夏といえどもジメッとしてるじゃないですか。で、その湿度が高いっていう時にこういうなんて軽い感じっていうか、で肌にもベタ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 質感っていうところがめちゃくちゃ日本向きな、パンツやなということでね、今回紹介させていただきました。で、おそらくね、まあ似てるパンツとしてはターゲットは多分違うと思います。これ言ったら5000円で買えるパンツとこっちに関しては幼児山本やから、まあ、7万とか8万とかするんですよ。だからターゲットは違うにしてもほぼ見え方は変わらないっていう感じでね。で、どっちかってこっちのがウール混合で制服の生地なんで、ちょっと夏場履かれへんかなと思うけども、ほんとにそんな変わらへんじゃないですか。ってことはですよ、スケートバージョン、マッチングアプリバージョン、モードバージョンにもぶち込んでいけると。で、モードバージョンってどんな感じって言ったら、まあ、僕はあんまり似合わへんから好きじゃないんですけど、こういう感じですよね。いかにもこう東京にいてそうな感じの、東京の芸能界とかこういう感じでなんかいてそうじゃないですか。あとなんかよく雑誌とかで出てくる街角スナップとかで大体こういう人いてるんですよ。でもこういう風にもいけるので、上がねアンダーカバーの人と GU のコラボで出てたやつなんですけど、これ上下外しても1万いってないかな。それぐらいまあ安いと思うんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、モードっぽくもいけるし、ストリートっぽくもいける。ナッツはちょっとロンティーにちょっと変えてみましょうか。はい、とまあこんな感じですね。まあちょっと秋口とかになったりしたら、ほんまにこうロンティー着てパッてまくってあげる。まあ週末ね、奥さんとかお子さんとかとちょっとおしゃれな買い物するってなったりしたらこんな感じでもいいやろうし、ちょっと寒なってきたよっていう場合は、まあこんな感じですよね。マウンテンパーカー着てちょっとアウトドア感もありつつ、まあ、ストリート系な感じもありつつみたいなね、ことでできるんじゃないかなと思うんですけども、ただこのパンツデメリットあるんですよ。今まで見た感じ、結構合わせれるやんと、幅広いやんと思ったりするんですけど、何があかんかっていうと、商品ページの無印さんのね、スタッフさんが着てるやつっていうのをこうバーっと何個か見てたんですよ。このパンツね、テーパードがあんま綺麗に入ってないんですよ。綺麗にテーパード出そうと思っても生地がしなんって落ちちゃうので、ストレートパンツっぽく見えちゃうんですよ。で、これどういう弊害が出てくるかっていうと、僕らみたいなおじさんが履いたら、マジでおじさんになってる人も中にはいらっしゃったんですよ。もちろん綺麗に履いてある方がほとんどだけど、結構これ人によってちょっと難しいんかなと思ったんで、一応2本目を実は買いました。だから僕個人的にはこのパンツより次のパンツの方がおすすめなんですよ。でもこのパンツのおすすめは何かっていうと、実はポリエステルでできてるからめちゃくちゃ洗濯楽なんですよ。洗濯機にぶち込むだけで洗濯できるっていうところがめちゃくちゃ取り扱いしやすいし、あと涼しいので、本当にまあ今ちょっと時期的にこれ新作で出たばっかりなんやけども、まあ、8月9月履くのはもちろんそうだけど、10月とかになってきたらちょっと朝晩寒いんかなみたいなっていうところがあるので、もうぴったりのシーズンとしては5月6月のあの蒸し暑い時から履くと夏場ガツンと履けるし、いやそれあんた暑いでって言われても、いやめちゃくちゃ快適やからって言える、ちょっとドヤ顔できるパンツなんですよ。だからね、そういうところがいいかなと思うんですが、まあ個人的には僕はそれを含めてもこっちのデニムイージーパンツの方が使いやすいしいいんちゃうかなって個人的には思ってるので、この紹介今からしたいなと思うんですけど、実はお値段からいきますね。お値段約半額でございます。で、これがねブルーデニムのバージョンもあるんですけど、これあえて今回白ホワイトバージョンを買ってみました。で、ホワイトのパンツってね、真っ白のパンツあるんやけど、僕あれ嫌いなんですよ。真っ白のパンツってもういかにもセレブな人
人が履いてたらいいんですけど、街中で真っ白のパンツ履きこなしてる人って僕見たことないんですよね。あんま個人的好きないので、こういうきなりカラーがこれきなりっていうカラーなんですけど、ちょっと一回履いてみますね。はい、ということでね、見てもらいたいなと思うんですけども、これね、形めっちゃ綺麗でしょ。なんでなんかっていうと、さっきのやつよりオールシーズン履ける生地感なんですよ。だから生地がね、立つんですよ。生地が立つことによって形がこう綺麗に出てくるんだけど、生地が立たないとふにゃふにゃふにゃ形が出ないので、個人的にはシルエットはこっちの方がかっこいいなと思ったんで、買うつもり全くなかったけども、え、こっちの方が良くないと思って履いたらこっちの方が良かったから、こっち買いました。ただサイズがね、さっきのはあえて大きくしたんですよ。そのふわっと感を出したかったから大きくしたんやけども、まあ本来は M やから僕もこれ M で履いてるんですけど、まあとにかくこれに関してはシルエット綺麗で、スタッフの人が履いてるやつ見ても誰が履いててもかっこよく見えなってたから、これ意外と白やねんけど、きなりっていうところがまだいいんですよ。できなりの何がいいかっていうと、まあこういう黒のマウンテンパーカーもちろん合うのもそうなんやけど、こんな感じでね、まあデニムとも合うじゃないですか。でもこんな秋でもいけるし、春でもいけるし、いつ着てもこんないけるんですよ。なんかとあるブランドさんに聞くと、今年木村拓哉さんが YouTube やった要因でデニムがすごい回ったと、それのおかげでデニムがすごい売れたっていうのがあるぐらい、まあ未だにやっぱ木村拓哉さんすごいなと思うんですけど、こういうのっていうのはもう全然合うし、まあ基本パンツが白いから上くらいの持っていたら何でも合うし、あと多分皆さん僕の視聴者サイトは持ってると思いますけど、マウンテンライドジャケットね、こんなんとかも全然合うから、こんなのねパカーンと羽織ってもらって、もうこんな感じで会社に出社するみたいなね、おしゃれてる、ピピってこう行こうか、ピピってやるね、あの会社出社していくみたいな、オフィスであの仕事するみたいな、退勤時間自由やからいつでも帰るみたいな、 Google はそうらしいですけどね、あの Google5 時までとかないからもう好きな時間に帰ったりできるんだけど、これで Google の本社入ってってみてくださいよ、めちゃくちゃイケてるやんってなるでしょ。そういう感じでこうパッて切るだけでまあいけるっていうのもそうやし、白がね意外と合わせやすいんですよ。でも例えば上にガーンと色物持ってきちゃっても、まあこれをこれでねちょっとなんか可愛いじゃないですか。サーフィンとか行く時とかってもうこんな感じで行くのもそうやし、あとちょっとコンビニパーッと行くっていう時なんかでこれで行ったりしたら可愛らしいなっていう感じするので、まあ、僕これ今年新色で作ってみたんですけど、僕個人的にピンク絶対作りたかったんですよ。なんでかってキムタクがピンク着てたから、もう僕も絶対ピンク作ろうと思って、しかも普通のピンクじゃなくてサーモンピンク、こういうちょっとサーモンっぽいピンクを作りたいということで、作りました。そしたらまあこれでこういう感じでね、デニムで行くっていうのもまあワンポイントになってくるからいいかなっていうことなんですけども、とにかくこれぐらいねめちゃくちゃ使えるんですよ。でウエストがねなんとねゴムなんですよ。だからまあここにファスナーついてないやんけとか言う人もいてるんやけど、正直まあ別になくたってもうこのままこうビローンってこうやりますから、ビローンってトイレ行きますからね、まあそんな気にすることないんじゃないかなと思います。なので実は体型も気にしなくていいんですよ。ちょっとお腹出てきたとか、実は気合せしててあんま太ってないねとか言われるんだけどお腹だけ出てるんですっていう人、まあ、結構いらっしゃいますよね。まあ、そういう方でもこれやったらウエストゴムなんで全然楽ちんで履けるし、あといっぱい食べた後お腹これもうデニムきついねんっていう人なんかもいいんじゃないかなと思います。ちょっと今の季節の T シャツにちょっと変えたいなと思います。はい、ということでね、まあこんないろいろ着てきたわけなんですけども、まあ大人やったらね、まあ、ほんまシンプルでもう全然いけるっちゃいけるんですよ。こんなもんね、白のパンツ履いて黒の T シャツ着てね、ちょっとだけネックレスパンツなんかつけたりしたら、もうそれはそれでその大人っぽい雰囲気になるかなと思うので、ちょっと白のパンツはなかなか勇気出えへんねんっていう人でも価格帯的に意外といけるっていう。それは2万3万しきて白のパンツって言われたらちょっんってなってきたり、あと真っ白のパンツは股間もっこりが嫌やなっていう人もいてるんやけども、こういうきなりカラーでちょっとゆったりしてるから股間もっこりもないし、あと汚れも目立ちにくい、きなりやからね、まあいいんじゃないかなと思います。まあただ普通の黒パンとかに比べたらやっぱ汚れますよ。であとデメリットとしてはやっぱりコットン100なので乾燥機とかかけちゃうとギュッてこう縦縮みがしてくるので、まあ、そこだけ注意してもらえたら、普通におしゃれ洗いしてパンパンパンってはたいて干せばそんなに縮みとかも出てこないんじゃないかなと思いますので、その辺を注意してくださいということです。であとまあ女性受けもあんまり良くないと、まあ、白のパンツってそもそもなんか生きってるよねと調子乗ってるよねっていう方もいらっしゃるので、女性受けは良くない。ただ男子受けはいい。何やその格好めちゃくちゃいいやん、さっきやったコーデなんかもなんか絶対どっかハマってる人おると思うんですよ。俺はちょっと G ジャンハマらへんかったけど、このレトロマウンテンパーカーかっこよかったやん、いやデサントのやつかっこよかったやんって多分どっかハマってると思うんですけど、男には受けるんですよ。で女に受けない、まあ、これは仕方ないですよね。男同士で飲みに行く時なんかはこの辺のコーデでパーンとそのまま真似してくれたらいいかなと思うし、今度マッチングアプリするんですと、マッチングアプリの女子と会うんですっていう人なんかは、最初にやった風を通すワンタックパンツっていうのねいいんじゃないかなということで、本日ですね無印のオスパンツ2本を紹介してみたという動画になってます。近々ロングパンツだけでの比較っていうのもやっていこうと思ってるので、無印とかノースフェイスとかアークテリクスとかそのあたりとかもやろうと思ってますので、楽しみにしておいてください。いよいよ本格的に夏も終わりまして、ロングパンツも季節になってきましたので、これからも頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。ということでまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。